アイテム番号 SCP-336JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-336JP はサイト81最下階の30m×30m×15m の収容室の中央の床に固定されたアクリルケースの中に保存します。収容室内は常に赤外線カメラで監視してください。現在財団職員の収容室への立ち入りは一切認められません。これ以上の SCP-336JP に関する実験は、SCP-336JP1 への筆談によるインタビュー、もしくは SCP-336JP2 へのインタビューのみ認められます。すべての SCP-336JP1 は生体摘出手術を施した上で財団所有の居住エリアに収容してください。説明。SCP-336JP は直径 10.6cm の純銀製のリング状のオブジェクトです。純銀製にもかかわらず、SCP-336JP には空気中の硫化ガスとの反応による変色が一切見られません。SCP-336JP は活性化状態に入ることがあります。以下この活性化状態を、瞬き、と呼びます。瞬いている間、SCP-336JP は淡い青色の光を発し、5度ほどの温度上昇が見られます。最も長く瞬かなかった期間は12日間。1日に瞬いた回数は最高11回でした。最も短い瞬きは 0.3 秒でしたが、最も長い瞬きは6時間に及びました。瞬きの間隔、長さには規則性はないと思われます。しばたいている SCP-336JP は、それを中心とした半径12メートルの玉内に体の一部または全部を侵入させた全ての人間にミーム的な影響を与えます。以下、影響を受けた人間を SCP-336JP1 とします。SCP-336JP1 へのミーム汚染の治療の試みは全て失敗しています。現在、ナノ SCP-336JP1 が財団によって収容されています。SCP-336JP は、サイト81で起きた事案の調査過程で発見されたものです。ポイ1事案 336JP を参照。SCP-336JP は、県西部、山中原の廃墟で発見されました。SCP-336JP の起源は不明です。その後の SCP-336JP1 への調査で以下の特徴が判明しました。SCP-336JP1 は悪意に対して嫌悪感を示す傾向にあります。ここでは、不必要な害を周囲に与えようとする意思、または明確な信念なくルール違反だと認識していることをあえてしようとする意思を、悪意、とします。SCP-336JP1 は悪意を伴った行為を目撃した時に不快感を示します。ですがこの不快感も常識の範囲内を逸脱しないものであり、もともと真面目な性格の人物が暴露した場合、大きな変化は見られませんでした。また、彼らは悪意か非かを見分けることができます。SCP-336JP1 は容姿、性別、年齢、経歴などによる差別をしません。極端な男性差別思想を持っていた D クラス職員を SCP-336JP に暴露させたところ、彼女はその後一切差別と取れる発言をしなくなり、むしろ差別に対しいささかの嫌悪感すら示すようになりました。また SCP-336JP1 は人だけでなく、すべてのヒューマノイドに対し人に対する時と同じように接します。逆に SCP-336JP1 は悪意のない行動に対して極めて寛容な態度を示します。たとえ他人の行為によって SCP-336JP1 自身の命が危険にさらされるようなことがあっても、それに悪意がないならそれに対して抵抗、静止などの反応及び不快感を示しません。
この特性が事案 336JP の原因になったと考えられます。SCP-336JP。1が発する言葉を直接聞いた人物は SCP-336JP。1と同様の性質を示すようになります。以下、この人物を SCP-336JP-2 とします。幸いにも SCP-336JP-2 にはミーム汚染を拡散させる能力は存在せず、SCP-336JP-2 へのミーム汚染の治療としてのクラス B 記憶処理は有効でした。また、SCP-336JP-1 との筆談でのコミュニケーションでは感染しませんでした。ポイ1事案 336JP。 事案 336JP は、1990年月日に発生した人型異常物体。当時 SCP-JP 2000年月日に死亡の収容違反のことです。本来ならば小規模に止められたはずの収容違反でしたが、職員の対応が不可解なほどに消極的で、職員、人が死亡する事態になりました。調査の結果、プライベートで県の廃墟を訪れていた薄井研究員が SCP-336JP に暴露しており、彼がミーム汚染の感染源となっていたことが明らかになりました。その後、薄井研究員と会話したすべての職員はクラス B 記憶処理を受け、薄井研究員は SCP-336JP-1 の実例として収容されました。以下は事案発生当時人型異常物体の監視をしていた研究員へのインタビューログです。インタビューは事案の3日後に行われました。対象、研究員。インタビュアー、エージェント。録音開始。エージェント、今日ここに呼び出された理由はわかってるか？研究員、先日の収容違反の件ですよね。エージェント、そうだ。一応事実確認をするぞ。まず、2収容室で、編集済み、とあるが、この報告は事実だな。研究員、はい、間違いありません。エージェント、じゃあ聞くが、お前はその時何をしていた？研究員、何って、モニターで収容室の監視をしていました。エージェント、なぜその時点でスクランブルをかけなかったんだ？研究員、あれは単なる異常性の暴発でした。本人に職員を同行しようという意思は見られなかったので通常のプロトコルで対応しようと思いました。エージェント、もうすでに D クラスが2人死んでいるのにか？俺は過去の自己記録にも目を通したがこんなことは初めてだったはずだぞ。研究員、いえ、本人に我々を同行。エージェント、もういい。わかった。次の質問だ。お前から見て奴に脱出の意思は見られたか？研究員、異常性の暴発の直後には見られませんでしたが、収容室からの脱出が可能であると気づいた時からはありました。エージェント、のことだな。お前はここでもスクランブルをかけていないが、それはなぜだ？研究員、状況と、能力発動時のプロトコルの発動を、博士に報告するのを優先しました。博士への報告直後に、博士から非常事態宣言が発令されています。エージェント、ため息、わかった。これでインタビューは終わりだ。最後に一つ聞くが、奴がここから出ちまうというそれだけで一般人に被害が及ぶという認識はあったか？研究員、それの何がいけないんですか？録音終了。終了報告書、1ヶ月前までの、研究員の勤務態度から見ても明らかに不自然だ。重篤なミーム汚染の可能性がある。専門調査チームの派遣を要請する、エージェント。ポイ22010年、9月21日から9月23日に SCP-336JP が35時間の間弱く暗い赤色の光を発しているのが確認されました。その間 SCP-336JP には20度ほどの温度低下が見られました。
この効果は現在調査中ですが、これ以降一度もこのようなことが発生しておらず、また、この件以降数人の SCP-336JP1 が辻褄の合わない言動を繰り返すため調査は難航しています。2010年10月1日、追記、2010年9月30日に行われた SCP-336JP1 の居住エリアの定期巡回で、以下のようなメモが発見されました。返せってなんだよ知らないそんなこと。非常に乱雑な文字であったため筆跡による特定ができず、またすべての SCP-336JP1 がこのメモのことを知らないと証言しています。そのため誰がこのメモを書いたのかは不明です。2010年10月24日、追記、SCP-336JP1 の居住エリアでの備品の破損が相次いでいます。うち、県は SCP-336JP1 の収容違反につながりかねないものでした。この件は SCP-336JP が赤い光を発した件と並行して調査中です。現在、SCP-336JP1 の居住エリアの監視強化が申請されています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。